楽天、オコエ瑠偉、現役ドラフト要員ほぼ確定か。プロ野球楽天のオコエ瑠偉が11月25日の契約更改交渉で来季契約を結んだ。本人の希望により、年俸は非公表で取材対応はなかったという。契約更改時の選手のお務めを果たさない異例の事態に、球界関係者の間では現役ドラフトにかかることが決まっているのではないかとの観測が浮上している。これまでオコエはグラウンド外で話題を呼んできた。 GM を兼任する石井監督は考えが甘い。そろそろ出てこないと野球人生が苦しくなってくる。ここが正念場などと崖っぷちに立たされていることを公言している。それでも本人は自覚が足りていたとは言えず、今季は1軍で見切りをつけられたように移り、オフには秋季キャンプに参加しなかったこともあり、来季契約を結ぶ前からすでに戦力構想から外れているとの見方もされていた。活躍はできんかったなぁ。なんでキャンプ参加しとらんのや。誰も指名せずそのまま楽天残留あるやろ。現役ドラフトにうってつけの人材。中日スポーツに850万円と記事にされたけどな。